清掃特別自治市は、大韓民国中部に位置する特別自治市である、行政中心複合都市と呼ばれる、韓国の中央官庁が集積するニュータウンがある。特別自治市の区域は、面積465平方キロメートル。計画対象区域は、面積73平方キロメートル。中西南道級、つばめき軍前域に堂々広州市の一部と、中西北道、 清原軍の一部を合わせて二千十二年七月一日に発足した。韓国の首都機能をソウル特別市から韓国中西部に移転する構想は九百七十年代からあった。朴正紀大統領は九百七十六年に臨時首都候補地を内密に調査するようにとの指示を出した。条件は大田北方近郊から可能な限り近い場所。規模は最終的に 人口50万人程度といったものだった。そして選定されたのが現在の清掃市付近だった。ただし、現在の政府清掃庁舎は、1976年に選んだ場所より近郊からやや遠い、大統領官邸、国会、王報院などもすべて移転する計画だった。この臨時首都移転計画は安保上の問題と首都の人口過密解消が目的だった。北朝鮮が 急戦ラインからミサイル、フラグを発射しても射程圏を少し外れる地域であることも候補地選定の条件だった。北朝鮮がミサイルで奇襲攻撃をかけガソリンがたくさん入った自動車から連鎖的に火災が起き、ソウル一帯が甚大な被害を受ける可能性が懸念された。朝鮮半島が統一されたら首都はソウルに戻るとされた。 構想は1977年に公表された。しかし、首都移転の予想費用は5兆オンで、実際に着工すれば3から4倍になる可能性がある。当時の韓国には、そのような余裕はないというのが、僕世紀の判断だった。消費者物価指数は、1977年に、比べると、2015年には7.9倍になった。1977年当時の5兆オンは、 2015年の価値に換算すると39兆ウォンである。清掃士の総事業費は22兆5000億ウォンだから、これよりも多い見積もりだった。ロブゲンは2002年に首都移転を公約として大統領に当選し、首都移転論が再び浮上した。しかし、2004年10月に出された憲法裁判所の首都移転意見判決によって、戦闘計画はとんだ最終的には、 政府行政機関の一部を移転するに止まり、行政中心複合都市として建設が進められることになった。ロブゲン政権で推進された清掃市事業は首都圏を基盤とする政治勢力と保守系マスコミによって猛反対された。そのため2008年にリアキヒロ政権に交代すると、国会では清掃市の性格と範囲を規定した特別法が漂流するようになる。 政府も移転期間変更告示をしなかった。2009年9月3日にテイ・グモさん首相が清掃し計画は非効率的で原案通りの施行は困難と表明したことをきっかけに、李大統領やテイ・ム順半なら党代表も計画修正を打ち出し、与党内部の反対意見を抱えながら11月27日には、李大統領が計画修正を明言。二千十年一月十一日に、 政府は行政機関移転計画を全面白紙化し、企業や研究機関を新たに誘致して、教育、科学中心の経済都市を目指す清掃史計画の修正案を発表した。こうした動きに対し、全政権与党の流れを組む民主党や中世南道に強い支持を有する自由先進党のみならず、与党藩なら党内でも、僕国を支持する親僕派を中心に、 当初の計画案を推進すべきであるとの声が強く、激しく対立していた。6月29日の国会本会議で、清掃市整備計画修正案は、親牧派議員による増反によって、賛成105票、反対164票、危険録で否決された。こうして、清掃市への行政機関移転計画は、原案通り推進される運びとなった。2009年9月までに、 土地買収に5兆2000億ウォンが投入された。2006年12月21日、行政都市建設推進委員会は、全体会議で、行政都市名最終候補の中から、清掃を選定した。この他候補には、今後、ハングルがあった。この都市名は、李氏朝鮮第四大国王の清掃にちなんだもので、また、世の中の一番上という意味を持つという。なお、 韓国の地方行政においては、ソウル特別市、及び主要都市の広域市とほぼ同じ権限を持っているため、道からは独立する行政となる。清掃市は現在も建設中であり、2007年から2030年までに3段階の事業計画が進められている。最終的に2030年には、 面積73平方キロメートル、人口50万人を達成するように設計されている。2030年の人口予定は80万人とも言う。特別自治市は、特別市、広域市や道と違って会に、区や郡、市を置かない、韓国の地方行政区分としては特殊な形態の広域自治体である、出店 清掃特別自治市議会ホームページ2018年10月21日閲覧予習、特別自治市の年度別人口の水予習特別、自治市 BRT このほか、市内を、京府高速線、湖南高速線が通過している。ただし、KTXSRT 停車駅のご小駅は取り、松室井に駅から 3.5km の距離にあり、バスで連絡できる。当初、 中央省庁の18部4署16庁のうち12部4署2庁が移転することが内定していたが2008年のリアキヒロ政権発足に伴う政府組織改編で9部2署2庁に変更され2017年1月に移転が完了した2017年5月に成立した文在寅政権では移転期間の数が18部5署17庁に変更された 2019年には行政安全部及び香川市から科学技術情報通信部の移転が確定した。ありがとうございます。